こんにちは、ワインブックスの前部です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今回レビューさせていただくワインは、自宅近くで購入をいたしました、ファミリーマートさんのワインになります。デスパーニュルージュというワインになりまして、ファミリーマートさんのワイン選びが本当によく現れたワインになります。ボルドーワインというと、世界中のワインのメッカのようなイメージがありますけれども、ボルドー地方の中にもいくつかのエリアがありますので、ボルドー地方の中でもメッカ中のメッカというところもあれば、そうでないところも存在するんですね。このワインに関しましては後ほど解説をいたしますが、ボルドー地方の中では目立たない地域になって、一言で言うと気軽なワイン、リーズナブルで、カジュアルなワインが多いエリアになります。で、ここで多くの方はですね、なんだじゃああんまりいいワインじゃないんじゃないかっていうふうに思うと思うんですけれども、それは誤解なんですね。現代ワイン界はワイン畑がどこにあるのか、その生産地域の場所ではなくて、ワインメーカーの腕、つまり技術によるところがより多くワインに影響を与えるようになっています。またですね、地域の総論といたしましては、気軽なワイン、リーズナブルなワインが多かったといたしましても、探してみると名城ワインがある。これがワイン探しの楽しさでもあるんですね。今時ですね、名城市とされるエリア、畑であったといたしましても、実際に味わってみるとそうでもなかった、こういうワインもありますよね。つまり、産地というざっくりとした括りよりもですね、畑の位置だったりですとか、あるいは生産者の腕だったりですとか、そういうですね、もっと細かいワイン単位で評価をした方がいい時代というふうに言えなくもないということになります。で、おそらくではありますけれども、このワインの産地のエリア、ワイナリーがあるところはアントル・ドゥ・メールというところになりますけれども、この産地に関しましては、そんなに有名な産地ではないのですけれども、その中で探しに探したワインだと思います。詳しくは後ほど解説をいたしますが、個人的にかなり楽しみにしています。ぜひ共有をさせてください。このレビュー動画では、日常気軽に楽しめるタイプのワインを中心に、僕が感じましたことを、良かったところも、それから残念に思ったところも正直に紹介をさせていただいています。概要欄にはプロの目線で解説をしたテキストのリンクがあります。ワンコインで学習ができるソムリエ試験、ワインエキスパート試験にもお役に立てる内容になっています。試験向けの提出コメントもありますので、ぜひご参考ください。それでは早速いってみましょう。それでは今回は、僕の自宅近くのファミリーマートさんで購入いたしましたこちらのワインになります。デスパーニュルージュと言いまして、9月の4日に購入をいたしました。こちらに、レシートがありますが、レシートを見ますと税込みで1458円になっています。ファミリーマートさんのサイトでも大きく紹介がされてありますので、おそらく全国のファミリーマートさんで購入ができるワインだと思います。それではこちらのワインの全体像を確認をしてみましょう。ワインは味わいだけでも美味しいですが、全体像を知ることによってぐっと味わいが広がります。このワインはフランス・ボルドー地方のワインになりますが、ワイナリーが位置していますのはアントル・ドゥ・メールという地区になります。このアントル・ドゥ・メールという地区はボルドー地方の中でもメッカ中のメッカというところがありますが、そこからはやや離れたエリアになります。これ細かくなって申し訳ありませんが、このワインは AOC ボルドーという呼称のワインになります。この AOC ボルドーというのは広域のエリアの呼称ということになりますので、これは詳しくは分かりませんが、この地区のブドウ、この地区のブドウ、この地区のブドウ、広域のエリアのいくつかのブドウを持ち寄ってですね、そしてワインにしたワインなのではないかというふうに予測をすることもできます。もちろんですね、このワイナリーの近くにあるブドウ畑で採れたブドウ、これだけで作られたワインかもしれませんが、これに関しましてはよく分かりませんでした。ボルドーはご覧のようにドルドーニ川、ガロンヌ川という2つの川が合わさりまして、ジロンド川という大河につながります。そしてこのジロンド川は大西洋に注ぎますが、ジロンド川から海に出ますと、もう一直線でイギリスに向かえるんですね。ボルドーは昔から港湾流通が盛んでしたから、イギリスはボルドーワインの大のお客様だったんですよ。でイギリスにですね、海の向こうにワインを運んで、そしてワインを売る、こういう場合にはですね、どのようなワインが選ばれるでしょうか。生産量の小さなワインを細々と船に積んで、そして運んでですね、細々と売る。これじゃあ昔の人は待ちきれないかもしれないですね。船に大量のワインを一気に積んで、そして一気に運ぶ、そして一気に売る。こういうビジネスが成立しやすい素地があるということになります。だから、ボルドーワインは比較的早い時期から規模の大きなワインビジネスが成立しやすいエリアになったということになります。ボルドーワインの比較対象とされますのがブルゴーニュワインになりますが、ボルドーワインが海寄りなのに対しまして、ブルゴーニュワインは内陸部にあるんですね。内陸部にありますから、じゃあ仮にですね、ブルゴーニュワインをイギリスのお客様に届けようとなった場合には、まず内陸にあるブルゴーニュから海のエリアまで運ばなくちゃいけないということになるじゃないですか。こうなるとその間にですね、品質が悪くなってしまったりですとか、あるいは盗難になってしまったりですとか、道もガタガタだったでしょうから、その振動がですね、ワインに影響を与えていたかもしれません。こうなると港湾流通という面からいきますと、ガゼンボルドーが有利ということになります。
で、今回はですね、せっかくのボルドーワインということもありますので、ボルドーというキーワードを2つですね、ざっくりと見てみたいと思います。ボルドーというキーワードはワイン業界では大きく分けますと2つの意味合いがありまして、この2つの意味合いが混同の原因にもなっているんですね。まず1つ目の意味のボルドーが地理的な意味のボルドーになります。フランスには南西部にボルドー市という市がありまして、僕も今年の初めに伺いました。ボルドー市は駅を降りますとですね、結構栄えていまして、昔はですね、ワインに加えまして砂糖だったりですとか奴隷の貿易で栄えた都市として知られています。ワインの世界でいうボルドー市はボルドー市を中心といたします交易のエリアになります。なので一つ目の意味のボルドーというのは、このボルドー市を中心とする交易のエリア、このエリアのことを指すとお考えください。そしてもう一つの意味が AOC ボルドーになります。これは法律上の規定のことを指すとお考えください。AOC は本当にざっくりと言うと、この AOC を名乗る規定を守ったワインだよ、これを意味しています。じゃあですね、こちらに有名なワインでシャトーマルゴーというワインがありますが、このシャトーマルゴーのラベルを見てみましょう。シャトーマルゴーのラベルを見てみても、どこにもボルドーの文字はありません。でもですね、この裏面にですね、マルゴーアペラションドリジーヌコントローレとあります。これが AOC 名ということになります。この AOC というのはアペラションドリジーヌコントローレのことになりますが、ここは省きたいと思います。フランスワインの法律上の立て付けになりますが、この AOC に関しましては広域のエリアの AOC もあれば、それに含まれる形での小さいエリアの AOC もあるということになります。基本的にヨーロッパのワイン作りはその土地に根付いている、畑に根付いている、この考えが強いです。だから小さなエリアの故障ということになりますと、そのエリアを忠実に反映させていないとそのワインらしくないという評価になってしまいます。どれだけ美味しいワインであったといたしましても、その畑の魅力を表していないと高くは評価をされないんですね。そのため小さいエリアになればなるほど繊細にワインが作られるということになり、結果といたしまして高品質高価格になることが多いです。逆にですね、このエリアが広くなれば広くなるほど汎用的で、そして平準化されたワインになりやすいという傾向があります。これ広いエリアだからといって品質が高いとか低いとかそういうわけではないですからね。こちらにありますマルゴー AOC に関しましては、小さいエリアのマルゴーという地域の特徴を出せばいいということになりますので、極端な話、規定に関しましては厳密で厳格でいいということになります。ではですね、もう一方の本日のワインのこちらはどうかというと、こちらは AOC ボルドーという名称になります。こちらは、マルゴーよりも全然広いエリアの広域の AOC ということになります。先日見るとボルドー全域をカバーするエリアとお考えください。で、広域のエリアということになりますと、同じボルドーであったといたしましても、いろいろな環境があるじゃないですか。当たり前ですけれども、土地も違えば土壌も違えば働く人も違うわけですよ。そうなりますと、広域のエリアであるにもかかわらず規定を細かくする、厳しくする、こんなことはできないわけですよね。だからおのずと規定は緩くなるということになります。緩くなるということは、例えば、ブドウ品種の使い方だったりですとか、ワインのタイプ、ワインの味わい、これらがいろいろなタイプが許容されるということになります。今回はここまでになります。同じボルドーというキーワードであったといたしましても、2つの意味合いがあって、1つは、物理的な地理的な意味でのボルドー、そしてもう1つが法律上の規定の意味合いでのボルドー、この2つの意味合いがあるんだ、これを押さえていただければ全く問題ありません。それでは今回のワインのラベルを観察をしてみましょう。ワインはラベルが読めることによってぐっと面白くなりますからね。まずちょっとこれラベルちょっと分かりづらいですね。一番大きな文字で、デスパーニューと記載がありますが、これがワイン名になります。ここにデスパーニューと記載がありまして、さらに、分かりやすい文字でデスパーニューと記載もあります。多分なんですけども、これでデスパーニューっていうと、見づらいし読みづらいから、だからここで改めてですね、デスパーニューっていうふうに金の文字で書いてるのかもしれません。これに関しましては、僕は分かりませんから、作った人ないとわからないということになります。そして、小さな文字になりますが、ラ・セレクション・デュ・ビリュロンとありますが、このビリュロンというのは、ブドウ栽培だったりですとかワイン作りをする人全般になりますから、ワイン作りの職人さんが選んだワインということかと思います。そしてここにですね、赤い文字で斜めにですね、ミザンブテユ・アラ・プロプリエテとありますが、これは、所有者自ら瓶詰めしているよ、これを表しています。そして、こちらのワインは裏面にいろいろ記載がありまして、ボルドールージュ2019とありますが、2019年のボルドーの赤ということかと思います。その下にはアペラシオンボルドープロテジェとありますが、これが AOC 名になります。細かく言うとこれ AOP になるんですが、それは今回は省きたいと思います。それではワインを抜栓をしてみたいと思います。このワインはこのようにですね、スクリューキャップになっておりますから、ソムリエライフは必要ないということになります。開けた瞬間に大体わかりますからね。それでは早速開けてみたいと思います。いきますよ。はい、このように簡単に開けることができました。さあ、どうか怖いな
この動画が流れているということはボツじゃないってことなんですよ。ただ収録の中ではわからないですからね。さあでは進めたいと思います。あ、よかったよかった。これ大丈夫ですね。まず色合いになりますが、縁に若干のオレンジ色が見えるガーネットと表現できると思います。中心部分に黒みが見えますが、全般的にそこまで濃いイメージはないです。このワインはボルドーワインではありますが、メルローシュが主体になっていると記載がありますが、実際にメルローシュが何パーセントでカベルネフランとかカベルネソーミヨンが何パーセントなのか、これに関しましてはサイトを見てもよくわからなかったです。ただし、この色調を見てもメルローシュの比率が比較的高いワインなのではないかというふうに想像することができます。色合いはそんなに濃くはありませんし、全般的にエレガントに仕上がったワインなのではないかというふうに想像することができます。そして、粘着性ですが、粘着性は、さっき見えちゃったんですよね、アルコール度数が、やや強めですので、13.5% のアルコール度数かと思います。見てみますね。はい、13.5% ですね。さっき見えちゃいましたからね。これは仕方ないですね。では香りを嗅いでみたいと思います。うん、いい、これいい、これいいね、あ、これはいいわ、これおすすめですよ、これ。まず、全般的にですね、複雑味がよく出ていて、熟成したメルローの真骨頂が楽しめるワインになっています。メルローで熟成をすることによって、少し動物的な香りというか、カバーっぽい香りだったりですとか、キノコっぽいような香りだったりですとか、あるいは腐葉土みたいな香り、いわゆるなんとなく複雑っぽい香りですよね。そういう香りが出やすいというふうに言われておりますけれども、このワインよく出ています。果実の香りはカシスとかブルーベリーとか、それが少し空気に触れたような印象の香り、ジャムになった印象ぐらいですよね。そういった印象と、スパイスの印象はクローブとか、ナツメグとか、だいたいそういった、これっていう特定のスパイスではなくて、なんとなくスパイスっぽい香り、そういう香りが感じられます。そしてですね、これ第三アロマと言いまして、先ほど申し上げました皮だったりですとか土だったりですとか、それからキノコのような印象、そういう印象がこのワイン全般に現れているということになります。いや、これね、ボルドーが熟成するとこういう香りになるんだっていうのを本当に分かりやすく表したワインになります。樽の印象なんですけれども、そんなに強く感じられないんですよね。なんかいろんな評価サイトとかを見ると、樽の印象が強いというふうに評価をされていらっしゃる方もいらっしゃいましたが、個人的にはそこまで強い樽香には感じませんでした。これに関しましては人それぞれですからね。樽の印象よりもですね、むしろ熟成から来る香りですよね。そういうメルローの真骨頂が楽しめる香りになっています。いや、これはね、当たりです。よかったです、これ。で、まだ味わってないんですよ。で、これ味わったらダメだったっていうこと、ないとは思いますけれどもね。それでは味わってみたいと思います。いいですね。口に含むと、2019年ですからもう5年経っているワインなんですが、それでもやはりですね、果実味が感じられます。まず、丸くて柔らかい果実味が前半に広がりまして、酸味はそこまで強くはなくて、むしろ果実味が勝った印象で甲虫に展開する、そんな印象があります。で、渋みが非常にこなれていて、液中によく溶け込んだ滑らかで上質な渋みに感じます。で、余韻も長いんですよね。果実の香りと、それから複雑な香りの印象ですよね。その印象が、ずっと長く口の中に残る、そういった印象があります。全般的にメルローに関しましては、これといった特徴がないブドウ品種っていうふうに言われることも多いんですよね。ただし、全般的に熟成が進みやすくて複雑な風味が出やすい、こういうふうに評価をされることが多いです。で、このワインも全般的に派手さはないんですよ。だって樽の印象はそこまで強くはないし、コテコテのフルボディかというとそうでもないということになりますので、だから派手さはないんですけれども、だけれども熟成感を感じられてじっくりとうまい。しかもこれコンビニワインですよ。コンビニで日本全国どこでも買えて、価格も安くて、そして熟成感が楽しめる。この熟成感でショートカットはできないものですからね。こういう味わいを楽しめるのってなかなかないと思うので、もちろんですね、コンビニワインということで全国のコンビニさんで売っていますから、コンビニって照明は明るいし誰もが手に取れる環境じゃないですか。だからそこからあんまりね、専門的なワインの味わいはイメージがつかないという方もいらっしゃると思います。ですけれども、そういう方にもですね、おすすめできる味わいと香りになっていますから、1回ですね、ご購入されていただいてお飲みになってもよろしいかと思います。それではこのワインの美味しい飲み方について解説をしてみたいと思います。
このワインはコンビニワインではありますが、気軽に熟成感が楽しめるワインになっています。熟成が進むとともにですね、複雑な印象が出てくるということになりますので、温度に関しましてはあまり低くしすぎますと香りが楽しめないということもありますので、ちょっと温度に関しましては高めにですね、20度くらいに設定をいたしまして、最初の一かきからある程度複雑な香りも感じやすい、そういう温度で楽しむのがよろしいかと思います。まあ20度ですと一般のご家庭では普通は難しいですよね。なので常温に置いておいて、飲む前にですね10分くらい冷蔵庫で冷やす、これくらいで近い温度になるかと思います。グラスに関しましては大ぶりの赤ワイングラス、いわゆるボルドーグラスでもいいですけれども、このようなこれは大ぶりの白ワイングラスになりますが、こういうスマートな印象のグラスでもよろしいかと思います。複雑な印象はありますが、そこまで派手なタイプのワインではありませんから、ですのでじんわりと美味しいワインを味わうためにはですね、あまり大ぶりなグラスではなくて、これぐらいのグラスがちょうどいいということかと思います。抜栓に関しましては直線で大丈夫ですし、飲み残りましたらこのワインはこのようにスクリューキャップになっていますから、栓をしていただいて、まあ、翌日までですよね。できれば翌日までに飲み切りたいタイプということになるかと思います。コンビニワインではありますが、結構複雑な風味も楽しめるワインですから、こちらにありますような、アルゴンガスですよね。このアルゴンガスを吹きつけて、そして栓をしていただくことによって、細かいところを目をつむれば1週間くらいは品質は保てると思います。やっぱりね、ワインを保存するにあたってアルゴンガスってやっぱ重要ですよね。アルゴンでも窒素でもどっちでもいいと思いますけれども、もしよろしければご参考ください。それでは気になりますのがペアリング、ワインと料理の組み合わせですよね。このワインちょっと難しいですね。複雑味が出て、で熟成感も感じられるワインなんですけれども、だからといって価格的には1500円くらいなんですよ。ご家庭で熟成感と繊細さの味わえるワインにドンピシャで合わせられるようなお料理ってなかなか難しいと思うんですよね。なんだろうな、ちょっとですね、この熟成感からするともったいない気もしますけれども、鶏のもも肉にお醤油ベースのタレで味付けをしたようなお料理はいかがでしょうか。まあ鶏の照り焼きですよね。あまりですね強すぎるタイプのワインではありませんから、赤身のお肉というよりはむしろですね白身のお肉にですね少し濃いめの味付けをして仕上げたようなお料理がよろしいかと思います。基本的にはコンビニワインということもありますので、ワインを作る側もですねご家庭で気軽に楽しんでもらいたいというふうに、そういう予定をして作ったワインだと思います。そうなりますと、いくら繊細な味わいだからといって、このワインをレストランに持ち込んでいただくというのはちょっと考えづらいと思うんですよ。で、ご家庭ということになりますと、やはり白身のお肉だったりですとか、牛肉だったりいたしましても、赤身の焼きっぱなしのステーキというよりはですね、もう少し風味が柔らかいようなお料理、まあこの赤ワインを使ってですね、赤ワインを煮込んだようなビーフシューみたいなものでもいいと思いますし、あるいは、牛肉のひき肉ベースで作りましたミートソースのパスタだったりですとか、そういうふうなあまりですね豪快すぎないような、重たすぎないお料理がよろしいかと思います。というのも、例えばですね、バーベキューソースを塗りまくってですね仕上げたような豪快なお料理、味付けの濃いお料理ということになりますと、このワインの繊細さだったりですとか熟成感が存分に楽しめないということもあるかと思いますので、少しですねお料理のトーンは落としていただいて、このワインとの、マリアージュを楽しんでいただく、そういうふうな楽しみ方の方がよろしいかと感じました。それではここからは個人的な意見といたしまして、こちらのワインの良かったところと残念に思ったところ、こちらに関しましても正直にご紹介をしてみたいと思います。良かったところに関しましては、何はなくともコンビニでこの熟成感と繊細さを味わえるワインですよね。こういうワインを1500円くらいで提供すると、これがやっぱりファミリーマートさんのワイン選びの真骨頂が出ていますよね。これですね、他のコンビニワインのファンの方には申し訳ないと思いますけれども、大手3社の中でもファミリーマートさんは本当にですねワイン選びはこだわっている方だと思います。こだわってワインファンの方に刺さるようなワインも選んでいるということですよね。汎用性を一番にしたワインではなくてですね、ある程度ワインを飲み慣れたワインファンに刺さるようなワインを選んでいるということかと思います。こういうワインを選んでいるから、だからね、やっぱりコンビニワイン目が離せないですよね。そして個人的に残念に思いましたところも正直に申し上げたいと思います。残念ポイントね、これないですね。これね、もうね、ここまでの熟成感と繊細さを1500円で味わえるコンビニワインってないですよ。こういうワインに文句を言ったらなんかね、お前何言ってんだっていうふうに思われちゃうと思いますよね。まあ一つだけ挙げるとすると、これはもう仕方がないことだと思いますけれども、こういうですね熟成感と繊細さが楽しめるワインということになりますと、そもそもですねコンビニという売り場ですよね、その売り場に対してアレルギーをお持ちの方というのは当然いらっしゃると思います。アレルギーというか、コンビニでワインを買うということに対して抵抗があるということですよね。これに関しましてはイメージですから仕方ないところもあると思います。そういう方からすると、やっぱりワインって飲む前の、心理的な印象ですよね。その心理的な印象が味わいに与える影響が大きい飲み物だと思いますから、やはりですね、どれだけ繊細だったりですか、どれだけ熟成があるというふうに申し上げたといたしましても、その印象は伝わりづらいパターンもあるのではないか、こういうふうに意地悪な目線で見ることもできなくはないと思います。
ただしこのワインに関しましてはコンビニさんで保管をされてあったといたしましても、僕は違和感を感じませんでしたし、熟成感も繊細さも楽しめました。当然ですね、コンビニさんですからこのワイン大量に作って大量に輸入していると思います。だからその分ですね、コストダウンもできるということがありますので、価格に対する品質に関しましては間違いなくコスパはいいと思いますので、一応ですねコンビニワインではありますが、ワインファンの方にもおすすめできるワインということでご参考にいただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回のワインはファミリーマートさんで購入いたしましたデスパーニュリュージュでした。最後にですね、個人的な意見といたしまして、2024年9月の5日の段階での特典をご紹介をしたいと思います。ここでご紹介するワインに関しましては、すべてがおすすめのワインであるということ、日常気軽に楽しめるタイプのワインであるということ、それから当たり前ではありますが、今からご紹介する特典に関しましては僕個人の個人的な意見であるということ、これを踏まえました上でご参考いただければと思います。このワインなんですけども、ボルドーのメルローの熟成感がよく現れたワインなんですよ。もちろんですね、単体で比較をするとですね、このワインよりも熟成感だったり繊細さがあるワインはあると思いますけれども、だけれどもそれをですね、全国のファミリーマートさんで売るということができる、ここがもう最大の評価ポイントになります。100点満点で92点とさせていただきたいと思います。まあ大手コンビニの中ではファミリーマートさんが頭一つ抜けていますよね、ワインのセレクションは。このチャンネルは難解なイメージのワインの世界をできる限り分かりやすく丁寧に解説をしています。ワインを本格的に学習したくなった方は、僕が運営するオンライン最大級のワインスクール WBS ワインブックススクールがあります。まだの方はチャンネル登録高評価もお待ちしております。それでは今回はここまでになります。ワインブックスの前場がお届けさせていただきました。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。